はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ3、おいちの紫ルート続きをやっていきたいと思います。何も見えない。はいはい、前回は南部さんのところに行きました。一応呼んでいるのは、はい、一度死んだあの人。あ、わかったお、なぜなぜそこ行ったイエス。お、今ですよね、ですよね。おお、三成頑張ってるね。あ、頭が痛い、枯れそう。おお、大丈夫ですか、おいち。マジでか。敵襲敵襲。おのれ、一体どこから。後ろからでね、かっこ北海道。そんなに急いでどうしたの。お家では初ですね。じゃあまあやっていきますけれども、どうしよっかな。やばいこともないし、一応吸収あるんでね、武器の加減で。で、せっかくなんで南部さん連れて行きましょう。南部さん好きなんで。いた。はい、特殊能力がプレイヤーが、すみません、プレイヤーが死亡したとき一度だけ復活させてくれる。はい、嬉しいですね。死者を蘇らせる秘術は門外不出。うん、教えられてもって感じですけどね。はい。それでは、ちょっと待ってください。海外の意味があんまりない気がする。どうしようかな。海外の意味があんまりないんであれば、何がいいかな。ここ。何にも思いつかないけど。バサラ技でもあげる？でもバサラ技もあんまりやらないよな。戦国ブーストもやらないしな。あ、これでも使ってブースト、あ、それでもこれにしようか。では行ってみましょう。レッツゴー。呼んでいる。ほらね。いや。はい、排水防衛戦でございます。スリー宴ではね、全然出てこないのでね、ちょっとなんか新鮮新鮮って言うとおかしいな、久しぶりな感じ。確かもね、どっちだっけ、正宗様だっけ、刑事だっけ、どっちかの時に久しぶりに出て、おうってなったんですよね。さあ、とりあえず、でもな、本陣をお守りください。やってもな、どうせ潰されるの。狙うは本陣のみ。おう、あいつらついてくるのかな、こっちにやったら。いい子にしてるわ。はい、ちゃんと守るの。うん、それはいいことだ。占領さーん、ほら占領。やっぱりどうしても、あー、超強い状態でないと。多分マスタムネ様の時だよな。マスタムネ様とかないの、全然。よし、発動させとこう。一応あっち守るか。マスタムネ様の時すんげー楽に終わったんだよ、確か。しょっぱいで終わったんだよ。多分あれ、なんだっけ、特別報酬両方だったかな、両方だったか片方だったか忘れたけど、え、なんだっけ、ここの特別報酬ここの特別報酬、なんか陣を全部あれするとか。あの静かな歌が、ほいほい、とりあえずやっとく。この技やっとけば割とガチャガチャやってくれるんで、周りがっていうか、まの手が最後にビームもぶっ放ってくれるなって言って、結構よし、こんで、おー、まだやってたのね。はい、使っとく。どうしたものか。で、まあ特別応酬は気にしない方法で、だってこれゲームの人数にめんどくさいんだよ。まだやってる。いや、いいですね、あいつ。綺麗ね。ビーム放ってね、いいね。よし、あ、まだやってる。ちょっと待って、よし、足止めできた。
お、潰したんだよね。じゃあ、あっち、あっち行っていいかな？あっち行っていいかな？よし。あっち行って、はい！邪魔をする。いやー、ちょっと何が起こってるかよくわからなくなるけど。おい、いいね、いいね、いいね。マジビームいいわ。ちょっと占領向こうにいる。分隊をとりあえず取っといて。とりあえず掘っといての、オッケー。そしてこれを放つ。勝手にやってくれるのいいですよね。つい、おー、つえーわー、マジおいつえーわー。しばらくすると増援が来るからね。さあ占領向けに、えい、当たってる。艦長を呼べ。奴の弱点を探るのだ。ちょっと両方来てないな。あー来た。さあ、ちょっと増援。さあ、このまま2つの陣を潰されずにやっていけるか。無理じゃな。数で押されるとね。こっちは1人だからねーっと。へい。ちょっと、ちょっと。あ、やべえな。どっちかは潰されるだろうなー。包囲されました。八面六臂で奮起せよ。八面六臂って何？八面六臂って何やし。さあ向こうの陣耐えられなかったーっと。はい、ダメでした。早いな。これはもう本陣に行った方がいいか。皆の者、急ぎ本陣へ戻れ。この陣を取り戻してもあれなんだよな。橋は戻らないでね。この勢い決して止められぬわ。ほい、皆の者、明日は我らの手の中ぞ。どうしよっかな、向こうに戻ってもな。あー、ダメだ。本陣行きましょう。はい、本陣向きます。さすがに究極だし ね、 ね、うん、早かったな。それにしてもめちゃめちゃ早かったな。お尋ね者なんていたのかよって感じですけど、これをスタートさせとく。よいしょ。あとは正直ここでこれやってればいいんじゃね。ああ、出なかった、出なかった。大魔の手、おい働け。よいしょ。はい、250に撃破。なる戦はここからか。気を引き締めよう。これを出しとけば基本的に大丈夫気がする。ほい、まだ潰し直された。よいしょ。ほい、オッケー。ビーム素晴らしい。ビームかっこいい。ここまで。いや、希望はまだ青く。青く？希望は青くってよくわかんないけど。そういえばやっぱり扇じゃね。あいた、バサラワードを使う場面がねえな。特にお市のバサラ技ってあれなんだよね、結構動き回っちゃうから防戦には向かないよな。違う、あれは魔王じゃねえ、妹の方だ。そういえば当時防戦だ。よいしょ、敵戦力残りわずか。はい、ナイスビーム。当たってない気もするけど気にしない。いいかな、これだいぶ壁になるんじゃない。あ、大御殿魔王だ。おい、よし、お、行った、終わりました。特別報酬2個目も手に入らなかった。まあいいや。はい、やっぱりまあレベルもそこまで高いわけでもないですから妥当な感じですかね。結構粘った方だと思いますよ。扇をあれにしてよかったなって思いました。ナイスチョイス私。そうね、あれいいですよね。結構長い時間周りの敵をバンバンやってくれますし、うん、便利。最初の発動が遅いのだけが難点。ほいほい、レベル上がるんか。そうですよね、一度でも全てのチーム占領。あ、おいちゃん足呪いからな。はい。それでは今回はここで切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。